皆様、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより原発ゼロ自然エネルギー推進フォーラムを開催いたします。私、本日の総合司会を務めさせていただきます名古屋の中部日本放送でアナウンサーをしておりました阿部めぐみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに先日の都知事選挙を振り返った映像を上映させていただきます。映像は映画監督の小栗健一さんにより撮影されたものでございます。どうぞご覧くださいませ。それは今の日本のさまざまな問題、まあ、特に原発の問題などについてですね、非常に私なりに国の存亡に関わる問題だという危機感を持っているからです。ですから、みんなそれまだ隠して、垂れ流しの話も核のゴミの話もほとんど知られてないわけですから、おそらく隠されていることがたくさんあると思いますね。成長が全てを解決するという傲慢な資本主義から幸せは生まれないということを我々はもっと謙虚に学ぶべきだと思います。私が特に心配しているのは、成長のためには原発が不可欠だと言って政府がそれを再稼働させようとしていることです。そのことに私は改めて強い危機感を持ち、それが今回出馬を決意するきっかけともなりました。かつて私も深くにも信じ込んでいた原発がクリーンで安全だという神話はもはや完全に崩壊しました。政府は最近原発の再稼働という方向を打ち出しました。私はまだ何の収束もできていない、そういう状況の中で再稼働するなんてとんでもない。福島は壊滅的な打撃を受けました。山手線の内側の2倍にわたる直径20キロぐらいのところから今もって立ち入り禁止区域になっているんです。あの事故を忘れたかのごとく、また再稼働させよう。場合によっては国民が原発に無関心だったらば、新設増設もしようという動きが出てきている。ゴミはどうするんですか。そんなことも何も解決できないで、また海外に原発を輸出したりするようなことまで一生懸命やっている。とんでもないことだ。小泉さんから俺もやるから、これはもう一緒にこういうおかしな世の中の不条理と一心を落としてこれ戦っていこうじゃないか。東京では原発もあるいは核のゴミも全部地方に押し付けて便利さを
いいところだけを今まで受け取ってきました。そんな状態をいつまでも続けていていいのか、そりゃないでしょう。やっぱり頑張って。ですからこれからは自然エネルギーでもって福島や新潟その他のところにもやはり自然エネルギーを作って、それを地方の発展に結びつけていってもらう。今分散型のエネルギーとか自然エネルギーというものが成長の大きな起爆剤になっているんです。ヨーロッパでは西ドイツをはじめとして、オーストリアでもスペインでもデンマークでも、みんな原発みたいに高いエネルギーはダメだ、自然エネルギーに切り替えていこう、それこそがこれからの経済の成長に結びついていくんだ、みんなそう思ってるんです。やってるんです。 GE でもシーメンスでも今まで原発作ってた会社みんな辞めたんですよ。みんな自然エネルギーに切り替えて、そしてエネルギーの 20%、40% を自然エネルギーでやってるんです。日本だけがそれをやってない。すっかり立ち遅れた。原子力村がみんなブレーキかけて、そんな自然エネルギーなんてやるのダメだとかよ、妨害してきたからじゃないですか。今まで私どもも不明の至り、原発は安全で、しかも他のエネルギー源に比べて最もコストが安いと専門家の意見を信じていた。あの事故が起こって、私は原発の歴史的経緯から、アメリカで起こったスリーマイルドの事件、ソ連で起こったチェルノブイル事件、しかもフィンランド行ってあの最終処分所の温かろを見て、さまざまな自分なりに勉強を聞き、指揮者の意見を聞いてきた。今はっきり確信している。原発は安全でもない、コストは最も安い、とんでもない、いかなるエネルギーでも一番コストかかっているのが原発だ。しかもひとたび事故が起こったらどれだけの被害が起こるかわからない。地域がなくなっちゃう、ふるさとが消えちゃう、人体だけじゃない、農産物、畜産物、水産物、山や川、海、途方もない甚大なる被害を与える。しかもその費用を負担するのはこれからの国民ですよ。自然エネルギーだけで原発の電力を一切使わずに今度のオリンピックを成功させる、私は必ず成功できると思います。それができたらこれは世界の国々が衝撃を受けるでしょう。日本はこうやってあの災害から事故から立ち直って、新しい、これは日本の国づくりが進んでいる何よりも証だということで、世界の国々がびっくりするし羨ましがるような話になるだろう。日本がこれから一つ、もう一段階飛躍をしていくきっかけが今度のオリンピックだと、そう私は思っています。原発稼働させた場合にも生きてる人は電源の恩恵を受けるかもしれない。しかしその過程で出るゴミとか莫大な金の負担は若い世代とかこれから生まれてくる人が負担しなきゃならない。そうすると年を取ったから放っておいてという気持ちにはなれない。細川さんが当選して都知事になって原発ゼロで東京オリンピックを成功させる、東京を発展させる、そうすることによって日本国全体が原発なしで自然界に無限にあるさまざまな再生可能エネルギーを我々の暮らしの糧に生かせる社会を作ることができる。まさにこれは今よりもより良い社会、より良い国づくりじゃないですか。原発ゼロの方が自然再生エネルギーにその金を投入した方がさらに新たな産業が日本は活性化する。原発
発なしの方が日本は世界に反対の国として発展しうる、成長しうるという確信を持って原発ゼロを訴えております。いろんな取り組みが実際に始まっているので、まさにそれが分散型のエネルギーで、そんなに大きなその発電所を作ってやってるわけじゃないわけですから、そういうものがこれからどんどんできていくと、それがやっぱり非常に可能性があると思うんですね。それはまあ地熱もあれば、いろんなものがあるわけですから。無限にある自然、自然を破壊しかねない科学技術大国ではなくて、日本は自然の生態系を尊重する、そういう自然を大事にして原発なしの再生可能エネルギーで発展させる、その姿を世界に見せるために、これからも細川さんと皆さんと一緒に戦い抜こうではありませんか。ありがとうございます。決して細川は皆様の期待を裏切りません。命がけで東京のため、日本のため、世界のため、地球のために細川は働きます。私は空でそれを支え続けます。それがこの皆様の熱い思いに応える唯一の道だと今決心しました。どうぞ最後の最後まで彼が頑張り続ける姿を一緒に応援してください。3.11 の東日本大震災は私たちにいくつもの大きな課題を突きつけました。私は原発の再稼働をやめて、自然エネルギーとエネルギーの効率化によって新たな成長を促していくことが日本の将来にとってベストな選択だと訴え続けてまいりました。その通りだからだ。そして何よりも脱原発の活動に改めて火を灯す、点火するという大きな役割を果たし得たと自負しております。その通り。今回の選挙は私にとって原発を次の世代に残さないための戦いであるとともに、また戦前の日本に戻すかのような今の政治の流れに立ち向かう戦いでもありました。今この選挙が終わった段階から、私は今回一緒に立ち上がっていただいた志を同じくする方々と広く連携し、脱原発の活動をこれからも自分の信念としてしっかりと次の世代につなげていくつもりです。脱原発はイデオロギーの問題ではありません。私はまさに今を生きる人たちの覚悟の問題だと思っております。私とともに連日街頭で運動を支えてくださった小泉元総理に心からの深い感謝と敬意を表するとともに、励ましていただきました多くの応援団、ボランティアの皆様方にも大きな感動を本当にありがとうと、心より御礼と感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。まあ、これだけみんなで騒いでもらったおかげで、ある程度目的は達したんじゃないかと思います。まあ、しかしこれから、どういうふうにその運動を進めていくかによりますけども、私は大きな広がりになっていくだろうという予感はしますね。また大きな広がりにしていかなきゃいかんと思ってます。
都知事選を振り返った映像をご覧いただきました。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。ここでいくつか皆様にご案内させていただきます。本日のフォーラムの模様はインターネットのニコニコ動画でライブ配信されておりますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。また携帯電話をお持ちの方は電源をお切りください。またメディア以外の方々の開演中の撮影と録音はご遠慮いただいております。よろしくお願いいたします。それでは自然エネルギー推進会議理事事務局長の中塚一行より会を設立した経緯についてここでご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。それでは本日の主催団体でございます一般社団法人自然エネルギー推進会議設立に至る経緯についてご報告を申し上げます。去る2月9日東京都知事選挙終了後、翌週より有志十数人が集いまして、今後の活動について検討を重ねてまいりました。週に1日2日のミーティングを何度も重ねた結果、活動の第一歩といたしまして、本日のこの会、原発ゼロ自然エネルギー推進フォーラムを5月7日に開催をすることを決定をし、その他これからもろもろの活動を展開をしてまいるわけでありますけれども、その推進をする母体として一般社団法人を設立をすることといたしました。発起人賛同人を募りましたところ、多くの皆さんからご了承を得ることができました。皆さんともご相談の結果、細川盛博代表理事にご推挙をいただき、また発起人会においてもご了承をいただいたところでございます。一般社団法人自然エネルギー推進会議は4月7日に設立登記を終えました。これからどうぞよろしくお願いを申し上げます。以上ご報告申し上げます。ありがとうございました。それでは自然エネルギー推進会議代表理事細川盛博より皆様にご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今日は本当に大勢の皆様方にお運びいただきまして、本当に厚く御礼を申し上げます。まずもって先の東京の知事選挙におきまして残念な結果になりましたが、しかし私がその皆様方のご期待に応えられなかったことを大変申し訳なく思っておりますが、しかし全国の多くの方々に原発をどう考えるのか改めて自らの胸に問いかけていただく、そういう機会を作り得たのではないかと思っております。ともあれ選挙に際して賜りました皆様方の大きなご助力に対しまして、この場を借りまして改めて厚く御礼を申し上げる次第です。本当にどうもありがとうございました。政府は先ごろエネルギー基本計画を策定いたしました。閣議決定いたしましたが、事故に対する反省も教訓もなしに、これから再稼働していくということを
決定方針を打ち出したわけですが、とんでもないことだと思います。もう選挙でも散々申し上げてきたことですけども、自民党は12年の、公約で、原発に依存しない、経済社会構造を作るということを言いました。安倍総理も、原発に、依存する、割合を減らしていくということを言ってこられたわけですが、どうも言っておられることとやっておられることとだいぶ違うのではないか。おそらく多くの皆様方もそう感じていらっしゃる方々がたくさんおられると思います。そういう状況が、とても、残念なことだと思うんですが、再生可能エネルギーをいつまでにどれだけにするのかということもはっきりといたしておりませんし、それから事実上破綻している、核燃料サイクルのことも、これも、これから、やっていくんだと、いうことを言っておりますが、やっていくんだというか、推進をしていくんだということを言っておりますが、これも大変とんでもないことだというふうに思います。また6カ所に、10月には、6カ所の方を、竣工させるというふうなことも言っておりますけれども、6カ所の方は、6カ所の方はというか、すでに、日本の、プルトニウムの在庫というものは相当に、膨れ上がってまいりました。今44トンですか、3000発の、武器に相当する核爆弾に相当するような、そうしたプルトニウムが在庫としてあるわけですが、これからさらにそれが増えていく可能性がある、そういう状況でありますから、とてもこれは容認できるものではありません。官房長官は原子力規制委員会の審査をクリアした原発について、総理が再稼働の是非について改めて政治判断をすることはないと、こういうことを先ほどというか先般表明をいたしましたけれども、それも国民の6割が今再稼働に反対しているわけですね。8割の国民が、原発の、将来の、ゼロにするということに賛成をしているということでありますから、そういうことを念頭に置かないで、このような方向に進んでいくということは、これはとても、許されることではないというふうに思います。それはやはり政治的な手続きというものを、官房長官が言われるようなことではなくて、きちんとやっていただかなければならんのではないかと、そういうふうに、思っているところです。また原発の輸出についても、最近原子力協定が成立をいたしましたが、与野党が一緒になって駕籠を担いだようなことで、
途上国にこの原発を輸出をしていくという方向になっているわけですが、これは本当に、これも選挙の最中からたびたび言ってきたことですけども、とんでもないことだと。汚染水の垂れ流しも続いていますし、まず何よりも事故の原因も究明されておりませんし、核のゴミもどうするかということも決まっていない。そういう中で、この、原発を輸出をしていく、原発も輸出をするし武器も輸出をするんだという方向になっておりますが、これは、道義を重んじる我が国の姿勢として、何よりも平和国家としての我が国の生き方として、とてもこれは容認できるものではないと、非常に強く危惧しているところです。私は選挙の時にも、そういうさまざまな不条理に対してこれは戦わなければならんということで、立ち上がる決意をいたしました。同じようなことを西郷さんが、維新の立役者であった西郷さんが言っておりますが、西郷さんは文明、ということについて端的にこういうことを申しました。文明の文明とは、正義があまねく行き渡っている社会あるいは国のことを指しているのであって、経済の発展とかあるいは科学の発達とか豪壮な邸宅とか華美な衣服とかそういうものを指して言うのではない、それは文明とは言わんのだという趣旨のことですが、私も全く同感であります。そういう意味で、私はこれから、この日本の国というものを考えていきますときに、今挙げたような先ほどから挙げたようないくつかの問題、これは私たちの、国の価値観、人々の価値観の問題でもありますし、また、この国の運命の在り方に関わる大きな問題でありますけれども、そうしたことについてこれからもしっかりと正すべきは正していかなきゃならん、そういう姿勢を貫いていかなければならないと、ますます強くそう思っているところです。さて、私は選挙期間中に勝っても負けても原発ゼロの戦いはこれからだということを申しました。この度先ほど事務局の方から話しましたように、原発ゼロ自然エネルギー推進会議というものを立ち上げたわけですが、今日がまあそのスタートになるわけですけれども、この会の目指すところはまず第一に再稼働に反対をし、原発から自然エネルギーに転換することによって実感できる経済というものを作り上げていく、放射能の心配のない社会というものを作っていく、それがまず第一の目標であるということは、これはもう申すまでもございません。特に地方が元気になるように、地方での自然エネルギー事業の励ましといいますか、エンカレッジといいますか、そういうことをできるだけしっかりとやっていかなければならんと思いますし、また地方での自然エネルギー事業の円サポートというものをしっかりとこれもやっていかなきゃならない、あちこちに出かけていってそうした自然エネルギーの活動を支援をしていきたい、
そうしたもののネットワーク作りなどにもサポートしていきたい、いろいろやることがたくさんあろうと思います。原発はリスクのあるコストの高いエネルギーだということで、ヨーロッパなどでは自然エネルギーに切り替える動きというものが年々高まってきておりますが、排ガス規制というものがかつて自動車産業の技術の開発とあるいは雇用の創出に大きく貢献しましたように、私どもも今原発ゼロというこういう状態の中で自然エネルギーによって日本の活路というものを開いていくまたとないチャンスだと、そういうことをよく認識をしながらこれからこの自然エネルギー会議の活動を進めてまいりたいというふうに思っております。本日の会を皮切りにいたしまして、今後、原発立地権を立地権などでのさまざまな活動を通じまして、皆さん方とともに、少しでもそういう動きというものが定着をしていくように、できるだけ努力をしてまいりたいと思いますので、どうぞ一つよろしくお願いを申し上げます。ちょっとこんなことを申し上げて恐縮なんですが、私はちょっと今日は少し調子が悪くて、少し頭がクラクラしておりますものですから、少し申し訳ございません。あまり、はっきりした、お話ができなくて恐縮をいたしますが、この辺で失礼させていただきます。あとは小泉さんにバトンタッチいたします。ありがとうございました。自然エネルギー推進会議代表理事細川守弘より皆様にご挨拶申し上げました。続きまして発起人を代表いたしまして、小泉純一郎さんよりご挨拶を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました小泉純一郎でございます。本日は自然エネルギー推進会議立ち上げの会にこうして大勢の皆さんがお越しいただきまして、誠に心強く思っております。先の都知事選挙におきましては残念な結果になりましたけれども、私はあの寒いにもかかわらず大勢の方々が雨が降っても吹雪が舞い散る中でも長時間立ちっぱなしで熱心に細川さんや私の話に耳を傾けてくれている、あの姿に本当に胸が熱くなる気持ちでいっぱいでした。まあ私も燃えていたんですけども、むしろあの聴衆の皆さんがね、熱い心を持っていたんじゃないかと。その熱い皆さんの心に打たれてね、私も燃えてきたような感じがするんです。ですから最初は1回か2回でやめようかなと街頭演説思ったのはね、毎日やらないとこれはダメだと。それは結局のところ皆さんがこう立ちっぱなしで聞いていただく中に、寒い中にも熱い思いを持っていたから、それを細川さんや私に伝えてきてくれたんだなと思っております。今細川さんが新しいこの自然エネルギー推進会議を立ち上げてね、代表になっていただき、あの選挙でお話した通り勝っても負けてもこの原発ゼロの国づくりを目指すんだと、自然を大切にして自然エネルギーをさまざまな形で推進拡充することによって日本の産業も世界からいい国だなと思われるんだという気持ちを選挙終わっても我々は持ち続けてね、これは
死ぬまで頑張らなきゃいかんと思って今日も一緒にやってまいりました。私選挙中はっきり大勢の皆さんの前に言ったんですよ。原発安全だ、原発コスト一番安い、原発はクリーンだ、こんなのは大嘘だって言ったんですよ。多くのテレビカメラ記者の皆さんの前で、聴衆まさに人ですよ。どうしてこんなにね寒い中我々の話を聞いてくれるんだと不思議に思いながら、これはちょっと異様な雰囲気だなと、これは勝つんじゃないかと思ってやってたんですよ。それがああいう結果でしょ。しかし敗北の結果にもねくじけないところがまた細川さんとか私のいいところだと思います。日本人はどんなピンチも不撓不屈の精神を持って立ち上がってきた国民ですよ。その血を我々は受け継いでいる。今は一つの戦場で負けたけども、将来大きな目標、原発ゼロの社会、ゼロの国づくり、自然を資源にする国づくりに向かって進むのは、これは素晴らしいことだなと。必ず今よりも良い国づくりのために我々は活動できるという希望を持ってね、今日ここに私もやってきたんです。ところがね、原発の研究者とか原子力規制委員会のメンバーとか原発会社の幹部の皆さん、この方たちはみんな学業成績優秀、普通の人に比べればはるかに頭脳明晰、頭の良いと思われる人ばっかりですよ。それが今ね、原発は安全じゃない、この60年間原発が導入されて、スリーマイル、チェノブイリ、福島大事故を起こして安全じゃないの分かってる。さらに日本の福島、一番安全だと思われた原発の日本の福島でも人為的ミスとか技術的ミス、マイクにいてもがないじゃないですか、故障、安全じゃないの分かってる人、原発コスト一番安い、いまだに事故を起こった後も研究者の中にはそう言ってる人いますよ。しかし一番分かりやすいことは、東電はじめ日本の原発会社、国民の税金の負担なしにやっていける原発会社一つもないんですよ。こんな分かりやすい話ないでしょう。民間会社言ってるけども、実際は国策会社だけども、政府の金をふんだんに使ってるにもかかわらず、未だに原発コスト安い、どういうことを考えてるのかと。だからあえて私は、日本の原発会社はどの原発会社も金まみれ、金食い虫だと言ってみんなの前で話したんですよ。選挙あればね、その原発会社の方とか原子力村の人がね、小泉さん、あんまり嘘言わないでくれって文句が来るかと思った、いまだに全然文句来ない。安全じゃない、金まぴれ、金一番食う、なおかつね CO2 を出さないクリーンエネルギーだって言ってたんですよ。それが調べてみればどうですか、CO2 出さないのは原子炉の中で核燃料を燃やして電気を供給する、
その部分だけでしょう。ウランを発掘して、さまざまな設備で、核燃料を燃やして電気を供給する過程で大量に石油使ってるんじゃないですか。これで CO2 出さない？これも大嘘。こういう嘘をね、嘘じゃないと言って強引にやってまだ進めようとする、その気が知れないですね。私は頭のいいって言ってる人はね、いい判断してない。これは悪い判断だと思う。再稼働にしてもね、この依存度をねまだ保とうとしてるね、重要な電源なんだ、平気で言ってる。優秀と言われる人がそう言ってるんですよ。優秀な人もろくな人もたくさんいるなと思いましたね。そしてね、原子力規制委員会のメンバー、世界一日本の原発は安全基準が厳しいって言ってる。そういう原発だけ再稼働させる、これ数ヶ月でできると思いますが、日本の原発、世界で一番厳しい安全基準を設けると言ってるその口から、もう数ヶ月で再稼働させようとしてるでしょ。なんだと。まず日本の原発は安全と思われたけども、福島の事故でそうではない。現に地震、津波、火山の噴火、さまざまな日本国土の地質状態、世界の原発国に比べて最も弱い、脆弱なんですよ。なおかつそういう地質的な問題以外に、日本の原発はテロに対して一番弱いということを世界が危惧してるんです。これに対して返事がない。規制委員会の優秀と言われる先生方が返事ないよ。本当にどうしてそんな世界一安全な基準と言えるのか。今言った地震対策、津波対策、火山対策するにしてもね、数ヶ月で対策できるわけない。ましてテロ対策、対処する、対処する、対処するって言ってるのは対処していることにはならないんですよ。これからする、何年かかるか分かりませんよ。だから全発を再稼働させるっていうのは数ヶ月なんかできる話じゃないんですよ。それをあえてしようとしている。本当におかしいと思いますね。もう変人を取り越してね、もう何と言ったら表現ができないほどね、頭のいい人しっかりしてくれと言いたくなるよ。そしてなおかつ原発、全原発止まって2、3ヶ月じゃないですよ。半年超えてもうじき1年なんですよ。それで原発なしには日本やっていけないってやってんじゃないですか今。なおかつ都知事選挙の時にね、細川さんが東京原発の電源なくして発展させる、オリンピック原発なしで立派に成功させると言った。そしたらね、オリンピックの招致委員会の人たちの誰かがね、なんと無責任なこと言うんだ、批判したでしょ。ところが招致委員会ね、調べてみたらパンフレットで世界中に向けて、日本は、東京は原発なしでオリンピックを成功させるって宣伝したんですよ。これをしてきたら全くもう批判を言わなくなったけどね。東京オリンピック原発なしでやらせる、やってみるって細川さん言ってから、ああ俺たちも言ってたんだということでね、批判しなくなった。ところがよ、あの原発原発なしでオリンピック成功させると言っていた段階で、なぜ一言もその言動に批判をしなかったのか。
日本人は。これおかしいと思いませんか。原発推進論者がそう言うと批判しないんですよ。6年後ですよ、原発なしでオリンピック成功させるんだったらね、東京だって原発なし電源で立派に成長していきますよ。現に日本各地で自然再生エネルギーを発展させようという動きがどん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 進んでいる。この動きを我々は加速させ、充実させていかなきゃいけない。それが今回のね、細川さんたちが立ち上げたこの会議だと思うんです。私ももう過去の人と言われようがね、これから行く未来の世代のためにも、何と言われようとも、原発のない国づくりのために頑張っていく、これこそまさに大きな志だと思って、細川さんはじめ今日の発起人の方々、賛同人の方々、お越しいただいた皆さんと共に、どんな困難な道であろうとも、自然を大事にして、無限にある自然のエネルギーを我々の発展に生かす国づくりに向かって最後まで頑張っていきたいと思います。加田知事がこれからも東京に到着しました。よろしくご支援をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。発起人を代表いたしまして、小泉純一郎さんより力強いメッセージを頂戴いたしました。ありがとうございました。さて、皆様のお手元にですけれども、プログラムが配布されているかと存じます。今ご挨拶いただきました小泉さんのほかにも、たくさんの方々が発起人、賛同人としてご支援、ご協力をくださっております。その中で一点訂正がございますので、ここでご案内させていただきます。発起人のところに秋山豊弘様のお名前がございますけれども、秋山豊弘様は賛同人としてご支援を賜っていただいております。お詫びして訂正させていただきます。それではただいまよりシンポジウムを行います。まずパネリストの皆様をご紹介させていただきたいと思います。まずは慶応義塾大学経済学部教授、金子勝さん。精神科医の加山里香さん。福島県南相馬市長の桜井勝信さん。東京大学教授のロバート・キャンベルさん。そして音楽評論家の湯川玲子さん。なお本日ご登壇いただく予定でした瀬戸内寂聴さんは体調不良のため大事をとって本日欠席となっております。そして本日のシンポジウムファシリテーターはピースボート共同代表で脱原発世界会議実行委員長の吉岡達也さんです。それでは準備が整ったようでございますので、ファシリテーターの吉岡さん、そしてパネリストの皆様方は壇上へお上がりくださいませ。
それではここからの進行は吉岡達也さんにお願いいたします。今一度皆様大きな拍手をお願いいたします。いやどうも本当に皆さん今日はお集まりいただいてありがとうございます。この日のためにですね、細川さん中心に、本当に、ボランティアの方々含めてですね、今日の準備やってまいりました。で、お二人の、元総理から素晴らしいお話を聞いてですね、今まで、やはり原発のない世界、自然エネルギーの、豊かな世界をですね、社会を作っていかなきゃいけないと思って活動してきた、市民の立場から言うとですね、非常に感無量であるというところであります。で、今日は本当に素晴らしい、パネラーの、皆さんに集まっていただいております。実は、ほとんどの方は発起人なんですけれども、今回のこの、自然エネルギー推進会議のですね、時間もありませんので、あまりありませんので、まずもうお話の方を移りたいと思います。まずトップバッターで、やはり今回のこのですね、動きが出てきた、細川さんも、それから小泉さんもおっしゃってますが、これはですね、やはり311の福島原発事故があったということが、やはり非常に大きなショックな出来事としてあったと思うんです。じゃあ今福島どうなってるのかと、いや、そのことなしにですね、この原発の問題、そしてエネルギーの問題、考えられないと思います。まず最初に、南相馬市の市長桜井さんの方から、桜井市長の方からお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ご紹介いただきました福島県南相馬市長の桜井でございます。今日は、現地福島の代表というようなつもりで、今の状況をお話しさせていただきたいなと思っておりますけれども、皆さんご承知かと思いますが、南相馬市は原発の立地自治体でありません。そういう中で3月11日津波、震災で津波が来て、21メーターの津波が来て、震災だけで636人犠牲になっておりまして、今も111名が家族とも面会できない状態です。で、加えて誰も死んでいないという多くの原発事故で死んでいないという中で、452人の市民がこの原発事故からの避難によって命を落としています。震災関連死という形で認定されただけでも、これだけの多くの皆さんが家族とは残念ながら一緒に暮らせなくなってしまっています。で、そういう中で先日私も1月19日に市長選挙がありまして、3年間私は国がさまざまな形で避難を指示、そして区域設定した中で、これも皆さんご承知かと思いますけれども、すべての区域が南相馬市にあります。一時期は7万1000人のうちの6万人以上が避難を余儀なくされて、現在でも2万5000人弱が避難を生活を強いられています。その中で最大の悲劇は、若い人たちが戻れなくなってしまっているということで、南相馬市は今4万9000人戻っていますが、これは周辺自治体の中では最大の数ですよ。また最大のパーセンテージです。でもその中でも0歳児から64歳までのそれぞれの人口を見てみると、皆さんのところにお分かりづらいと思いますけれども、こういう形で60歳前半まではほぼ戻れない世帯が同じ割合でいるわけですね。でも65歳を過ぎちゃうと、一時期は避難しても戻って何とかしたいという思う人たちがいっぱいいます。足かせは若い人たちがいないと、働く世代がいないと地域の再興ができないんですよ。先日
東京電力の会長の須藤さんがいらっしゃいました。まあ、やるべきことは福島の最高の私ために全力を尽くすと私におっしゃっていただいたので、じゃあ失った人間たちを返してくれと、少なくとも戻りたくても戻れない現実があるわけで、ここで一番必要なのは働く人たちとか地域を守る人たちとか、今まで支えてきた、また地域のために貢献してきた方が戻れなくなっている現実と、家族をズタズタにされて全国各地でバラバラに住まされている中で自暴自棄になっていく高齢者ですよ。3月も4月も南相馬市の仮設住宅で、まあ、孤立死というような形で発見されました。我々としてどうして今まで地域貢献していた方々が地域から避難させられて自宅に戻れない、家族とバラバラにされる形で自分が孤立してしていかなきゃいけないんですか。東京の現実を見ていると現場が分かっていない聡明な官僚たちが多すぎますよ。現場に来て現場を見ろというのが住民の訴えですよ。今この原発事故から南相馬市、福島県すべての人たちは原発をなくしてほしいと思っていますよ。二度とこういう悲劇を受けたくないと。どうして再稼働ありきなんですか。日本の幸せはどこ、何をもって幸せというんですか。人の命を危うくするような現実を前にして、から家族をバラバラにされ、地域をバラバラにされて、原発が安全だとか安いだとかクリーンだとかいうことを言う必要は全くないというふうに思っています。私は今後ともこの地域住民の心の訴えを一つ一つ拾い上げながら、この地域の再生のために国の皆さんに現実を知らしめる作業を続けていきたいというふうに思っています。まあ、時間ありがとうございました。どうも桜井さん、ありがとうございます。つい先だって遺言という映画が自主映画で上映されたのをご存知の方おられるかもしれないんですけども、飯舘村のですね、酪農家の方の死を、中心に語られている映画なんですけども、その中の原発さえなければというですね、壁に書き残された言葉っていうのは本当に僕も印象に残っています。やっぱり福島のこと抜きにですね、私たちはやっぱりこの原発とエネルギーの問題というのはやっぱり語れないんだということからですね、始めていきたいというふうに思う次第です。では次、ロバート・キャンベルさんでもう皆さんご存知だと思うんですけど、日本のことに関しても非常にですね、造詣の深い、キャンベルさんなんですが、ぜひその今度ちょっと外から見たですね、日本を眺めたその中での原発、そしてまた、現状のエネルギー政策みたいなものをお願いできればと。ありがとうございます。東京大学のロバート・キャンベルです。今日私はもう一度拍手をお願いします。私は東京大学の日本文学を教えてます。今日も1年生の授業を午後の遅い時間にやって、今日ここへ参ったわけですけれども、私は日本文学の研究者として、そして日本人ではありませんけれども縁があって、長くこの国で暮らし働いてきたものとして、原子力発電というものがこの国にとってどういうものなのか、あるいはどういうものであったのか、これからどうすべきかということを3年前の福島の事故からずっと考え続けてまいりました。で、今日は今吉岡さんがおっしゃってくださったように、この2つのこの立場、日本文化の研究者、それから日本人ではない外から常に日本の状況、我々がその暮らしている状況がどういうふうに見えるのか、あるいは逆に何が発信されているかということを常に感じながら考えながら生きるものとして考えていることを少し今日お話をしたいと思っています。まずは文学研究者としてですけれども、奥の細道っていう不滅の古典が日本にあります。松尾芭蕉が
17世紀の終わりに街道に出て東北をずっと歩いて生きて帰るということをこう全く想定せずにですね、最後の旅に出て帰って江戸に帰ってくるんです。でその旅というのは歌枕といって、それぞれ長く、それより千年も前から、日本の各地に、育まれた、特別な場所、ね、これ国土というふうに私は言っていいと思うんですけれども、そこに積み重ねられた人々によって生活の中で作られた、その土地のそれこそ事例魂というものを、巡礼するあの旅であった。でこれはまあ世界の文学の中では非常に大変大切なものだと思うんですけれども、文学研究者として日本の文化をこうずっとこう古くから見ていくと、国土そのものがですね、この国の文化なんですね。神道のことを考えてもですね、土地というものが、西洋と違って、利食利益を生み出すものである以前に、命そのものを育むものであり、尊数を必要とする尊数をその導くものだということを考えます。日本 の、 その政界政治形を見ていきますと、それから多くの国民たち の、 その心の中に領土ということがよく言われ、大変大きな問題だというふうに思われます。戦後から、例えば北方領土が領土というものが奪われ、あるいは竹島のようにですね、外国 の、 その支配下に置かれているということがあります。外国ですとこう敵といいますか対象が非常に見えやすいし分かりやすいんですね。原子力はどうなのか、福島という国土、これは奪われた領土というふうに考えられないでしょうか。私は同じように、私たちからこの大切にその、育まれ、継承された、ただそこに漠然として面積があるのではなくて、命を育む日本文化そのもの、それから世界に対して日本が打ち出していけるものの一番のこの原点というものが私は奪われているように感じます。もう一つ外からこの状況を見ていきますと、私はアメリカ人なんですけれども、先ほどの小泉さんのお話にもありましたように、スリーマイルアイランド、79年に始まり86年のチェルノビリ、それから11年の福島、アメリカから見ていきますと、今アメリカは100基の、その原発があるわけですけれども、今年に入って30年ぶりに4基が着工されています。しかしあとはほとんどそのまま、老朽していて、間もなく終わる、解体しようという大きな動きがアメリカ国内にあるわけですね。これは利益を追求しているということです。それから台湾でもですね、これは今月に入ってから台北のすぐ近く20キロぐらい離れたロンゴンというところの、9兆円を、に相当するお金を費やして作っているもののモラトリオもしているわけですね。これは国民のやはりデモ、抗議ということが大変大きな力を果たしているわけですね。これから国民投票を、行うわけです。6年後、オリンピックというものが東京で開催されるわけです。私は去年8月の9日にその決定がなされた瞬間、その前の晩にツイッターでずっと非常に非科学的ですけれども、みんなどういうふうに考えているかということを考えて検索をしたんです。日本原発それから起源というキーワードを入れて、絞り込んでやっていくと、決定 の、 その発表の直前は汚染水をどうするか、福島はどうするんだという、非常に消極だった人たちが、翌朝5時半以降はですね、世界が日本にチャンスを与えた、6年後、当時は7年後は私たちはこの生き返る世界に日本の底力力というものを示す大切なチャンスを与えられたというふうに、ここは日本人は私は非常に強いところ、非常に力が果たせるところだと思うんです。フランス語でしかしこういう言い方をします。フィアオナボン、つまり後ろではなくて前の方に逃げる、ややもすればというか、いろんな社会 の、 中ではですね、問題の中で何か問題があったときに、みんなが問題があるということを分かっていながら立ち止まって検証しない、前方に逃げていく、前の方に前のめりになって走っていく、
これが日本人の私は課題であり弱点だというふうに思います。原発ということはこの日本列島にとってはこれは災い以外のものでも何もない、やはり適度適正というものがないということは3年前の事故が証明していると思います。世界中がこれを見つめ考え、そして鏡として自らのその振る舞いを真剣に今考え行動しようとしていることです。ぜひそのことを忘れずに議論を、持ち上げて、そして、自然エネルギーを推進していくということをぜひ私も、一員として、頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。どうもキャンベルさん、ありがとうございます。今のお話聞いてちょっと思い出したんですけど、エイモリー・ロビンさんって言って小泉さんも紹介された新しい日の創造というですね本書かれた科学者の方おられるんですけど、アメリカ人の方なんですね。で彼とちょうどお会いする機会があったんですけど、でそこでですね僕聞いてびっくりしたんですけど、今アメリカの海軍っていうのはバイオディーゼルをもう非常に地道を上げて開発してるっていうんですよね。だから原発を要するに原子力船を作るんではなくってバイオディーゼルの船を米軍が作ってると、これなかなか象徴的なですねこれからの方向性をやはり示してるんじゃないかなっていう気がしました。それちょっと思い出しました。どうもありがとうございます。で次にもう精神分析としてもういろんな、日本の社会の問題に切り込んでおられる、加山さんの方からですね、この原発エネルギーに関して私たちはどう考えていけばいいのか、また現状どう見られているのかというお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。加山有香と申します。私は精神科医という仕事をしています。今東京都内の病院で外来の診療をしているんですけれども、3年前311の後東京もご存知のようにかなりの揺れでしたね。私が勤めている病院のそばには九段会館というところがありまして、そこで亡くなった方も出ました。大変な被害でした。しかしその後は東京は余震もだいぶ収まってきて、正直言って私もあ、よかった助かったと思ったんです。しかし診察室にいるとそれはもうとんでもない間違いだということが分かりました。その後東京の精神科の診察室にも原発のことで悩んでいる方たち、原発によって引き起こされたうつ病、あるいは家族の中で放射能に対する考え方の逆ら亀裂が入ってしまって、離婚などに至ってしまう夫婦、いろんなですね原発に関連した心の被害で苦しむ方が東京にも大勢いらしてですね、もう診察室に押し寄せてくるという状況を私初めて体験しました。これまでもいろいろな災害などがあった後にはその影響で心をいろいろ悩む方が大勢いらっしゃいますけれども、今回はもうその日ではない次元の違うような恐怖不安そして亀裂というものを放射能原発事故というものは人の心に与えるんだな、よく直ちに影響はないとか直接放射能は被害は与えないと言いますけれども、しかしこれもまたその放射能原発事故というものの存在が直接その地元にいらっしゃる方だけじゃなくてもう全国の方ですよね、おそらく、あるいは全世界の方の心にこれほどのダメージを与えるんだということをですね、私は本当に日々生で実感をして、これは他の災害とか事件とは全く桁の違う問題なんだなということをですね感じました。でこれは何とかしなければいけない、ね、で今一見落ち着いているようには見えますが、それはもう皆さんあまり考えないようにしている、これ深い傷に絆創膏を貼ったような感じですね。それでも診察室に来られる方でもやはり何か小さなことがあるとまたこの根底にはまだ日本には原発というものが残っている、あるいは福島どうなるんだというですねその不安というのがまたムクムクと立ち上がってきて、それでいろいろ心をですね苦しんでいらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。で何とかしなきゃいけないけど、なかなか皆さんこのために動いている方たちもいらっしゃいますけど少ない、数少ない。でそんな中で私去年11月に小泉さんが記者クラブで会見をされているのをテレビで拝見し、そして1月には細川さんとお二人でですねまた都知事選で戦おうという姿を見て、
本当これ夢じゃないかと思いました。まあ、私本当に正直言ってこれまでいろいろ自民党政権時代とか今だからこう目の前にして言うのは申し上げにくいんですが、小泉政権に対して弱者を守るという精神科医の立場からまあややというかかなり批判的なですね意見をちょっと申しあのいろいろメディアなどで発言したこともありますが、まあその小泉さんがですね今は原発ゼロということを訴えてくださっているというその姿に本当にこれは夢じゃないかというふうに思ってですねもう感動して、まあその後もあの選挙戦でもまあいろいろな形で応援をさせていただき、雪の吹雪の新宿の最後の応援演説にも私は一聴衆として伺って、本当にあの吹雪の中でですねまあそのお話を聞きましたが、まあ結果は残念なことになりました。で先ほどおっしゃったようにですねまあ勝っても負けてもまたやる、まあ小泉さんもあのまあ敗戦が決まった後にファックスでまたやるということをおっしゃっていただきましたけども、私はその時も正直言ってこれはいわゆる政治家という方たちのリップサービスってやつなんじゃないか、もう終わってしまったらまた何事もなかったかのようにそれぞれの持ち場に戻られてしまうのかなってですね、ちょっと私もまだその時も少し疑う気持ちが残ってたんですね。そう思ってしまいました。でも祭りは終わったのかもしれない、また違う形でやっていくしかないのかとですねちょっと失望のうちにこの実は2月3月を過ごしていたんです。ところが今回ですねこうやってまたフォーラムを推進会議を開くというお話を伺って、そして今回私も発起人としてあの加わっていただくということで、私本当にまあこれはあの生まれて初めてですが政治家という方たちを信用してみようね、あの一緒に何かをさせていただこうと思って、もう本当に喜び勇んでですね今回今日ですねこの発起人としてこの場にあの参加させていただいております。これからぜひですねやっぱり信用したのは間違いだったとかそういうことはないと思いますけどもそういうこともないようにですね本当に良かったねということを、ね、あの原発事故はない方がもちろん良かったけども、でもあれで日本は変わった、ね、政治も変わった、あるいは私の政治家に対する見方も変わったって、それはどうでもいいんですけども、そういうふうに思えるように、あるいは本当に先ほど言ったように原発のことで 今なお診察室にいらしている不安や恐怖を抱えた方、あるいはそこでもう亀裂が入ってしまった方たちがようやく安心できる日を迎えられるように、私もこれから一生懸命一緒に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうも加山さんありがとうございました。あの加山さんに話すときは相当気をつけないと相当疑われてるっていうことがあのよく分かりましたですどうもどうもあの本当にありがとう。もう一度拍手お願いします。で、まあ先ほどもお話ありましたけど、やっぱり原発に反対している国民が多いというのはこれはやっぱ事実だと思うんですよね。で将来的にはゼロの方がいいんじゃないかと思っている国民が大多数だという状況であることはもうほとんどの方が認識していると、にもかかわらずやっぱりこう進んでしまっているという一つにはやっぱり経済じゃないかと思うんですね。この経済の問題で、まあ、経済でやられているというかいうような気がするんですけれども、そこで、金子勝さんの方から経済学者としての立場でのご発言よろしくお願いします。金子です。加山さんに声かけられまして、お前が出たら一番面白いって言われまして、確かに小泉さんの演説聞きながらその後に僕がそれを支持するなどという姿は、ちょっと2000年代の初めには想像できませんでした。本来ならここに竹中さんが座ってなきゃいけないんじゃないかなというのが正直思うところであります。で実は経済の話もやりたいんですけど、あの2回発言させてくれると言ってるので、一つは過去の話、全部先端技術で乗り越えなきゃいけないって話なんですけど、もう一つは未来の話です。で実はあの脱原発成長論っていうのを福島原発事故が起きて5ヶ月後に出してしまいまして、周りから顰蹙を買いまして、メルトダウンとか放射能の危険性とかがたくさん出てる時に、お前経済成長すればいいのかとかいうような言い方をされまして、あの小泉さんが あえて自分の名誉のために言えば小泉さんより先に行ったので
一緒になってしまいまして、いいのかなと最初は思ったんですけど、多分ですね、緑の党がドイツで誕生した時に新しい座標軸に変わったんですね。で、新左翼系のグループと保守系のグループが最初混合したんです。でよく考えると環境を守れっていうのは保守なんですね、実を言えば。でエネルギーを変えようっていうのは変革ですから、どっちかっていうと革新派だったりするんです。だけど今までの保守とか革新とかいう座標軸が一気に組み替わっていくんですね、こういう時は。で多分この前の都知事選は不幸にして分裂いたしましたけど、旧来の座標軸で分裂してるんですね。多分新しい座標軸に日本が変わっていった時に大きな時代の転換が起きるだろうと思うんです。で一つは過去との関わりで言うと、小泉さんに宿題を果たしてほしいと思ってるんです。僕は郵政民営化が本丸だと思ってなかったんです。リーマンショックに至るような金融自由化はいずれ破綻すると思ってました。で実は小泉さんの時に経産省は2003年に福島原発 の, トラブル隠しを GE の技術者が暴露したんです。で全電源原発が止まったんです。その時に電力会社の発送電分離改革案というのが確かに浮上したんです、あの時。ところが結果的に電力会社の巻き返しにあり、青森県の巻き返しで六ヶ所村が依然として継続されということで、あそこで挫折したんですね。本当の宿題を小泉さんにあの時の改革を再現してほしいというのが願いです。これは発電は本当に規制緩和で自由化なんですけど、逆に言うと送配電網はコントロールを強めないと不安定化するので、新しい規制緩和か政府介入かという古い座標軸じゃなくて新しいシステムの組み替えが必要になってきてるんですね。でそのことを一つはもう首相で亡くなりましたけど、僕も同じ地面の上に立てるようになりましたので陳情に参りましたもう一つ自分がこの問題に今はなお怒りが収まらないのは、私が中学高校の時に水俣病や痛い病の裁判がありました。で、私は水俣病の映画を若い時に見ましたので、胎児性の水俣病の患者であるとか、有機水銀を飲んでのたむちある猫とかいうのはどうしても抜けないんですね。で実は同じ中学校高校で一緒だったのが児玉達彦って内部被曝でがんが起こっちゃった人なんですよ。まあ、彼は実はがんの薬とかゲノム創薬の世界的な有名な、今もアメリカにいますけど、そういう人なんですね。で南相馬の女性の院長もやってますけど、僕らは1971年に四大公害裁判で確認したことは、加害者が巨匠責任を負って将来起こりうる被害に対して予防原則を適用するのが当然のことだと。でそれが1971年の環境庁の発足につながったはずなんです。ところが今の環境省はこの環境庁ができた契機の前に戻そうとしてるんです。どういうことか。当時も有機水銀を水で薄めて東大の先生はみんな安全だって言い続けて、だん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 海で累積して時間がかかってみたら次々と水俣病患者が広がってしまったわけです。で時思い起こして今被害者に巨匠責任を負って運悪く被害が出た人は賠償を起こしたよね、事後賠償で被害者の責任だったら、じゃあ1971年以前に戻ることになるじゃないですか。なんで東京電力、先ほど小泉さんも言いましたけど、国の金9兆円も公金上げて1兆円をもう上げることにして、でなおかつ銀行から8兆円超もらって、これだってもう潰れてるわけですよ、ゾンビ状態なんですよ。まさに小泉政権が誕生した時の不良債権問題とそっくりの状況なんですよ。でこれがある限り発送電分離はなかなかできないんですよ。この壁を越える
突破力のある政治家が残念ながら小泉さん除いていなかったんです。残念なんですけど、だけど今もそういう状況になっていて、で ここでなんでゾンビ状態の東京電力にお金を注ぎ込んで福島で被害に遭ってる人が除染費用やなんかを削られなきゃいけないのか、一言言ってきます。戦後のこれは最大の環境問題なんです、福島は。で解決の方法はあるんです。僕たちの国は環境技術で産業を作ってきたんです。で実際に痛い病の時にはカドミウムを高温で気化させてこれを濃縮して隔離したんです。で土はリサイクルできるようになるんです。で今セシウム回収型の焼却炉は郡山の実証実験でも6万ベクレルが100ベクレルになるんです。2万3万ベクレルだったら20か30ベクレルですから元に戻せるんですね。そうすれば2000万トンも東京ドーム300個分も積んで福島を永遠の汚染のシンボルにして、しかも5年しか持たないフレコンパックで山積みにするわけでしょ。これはもう福島の原発事故で今地下水の汚染水問題が起きているのと同じことなんですよ。今そういう意味で福島を優先するために日本の産業の技術を最大限動員すると、そして不良債権問題と同じ状態になっているこの電力会社の現状をしっかり切り裂いて改革を行って未来の産業につなげていくということが今一番必要なことなんだろうと思います。そういう意味で小泉さんになお期待している僕がここにいるので、多分このこと自身が時代の座標軸の変化を象徴すると思って、多分加山里香が仕組んだんだと思います。どうもありがとうございます。金子さん、加山さん、ありがとうございます。では、ですね、次もう本当にこの311で多くの方が変わられたと思うんですけども、その以前から、脱原発をですねずっと地道に訴えかけてこられました。でそういう面では本当に尊敬しています。湯川玲子さんの方から、はい、お願いします。まあ、加山さんがおっしゃってくださったので、まさかここで小泉さんと2メートルぐらいのところでこんな風にお話ができる日が来るとは夢にも思いませんでしたが、思ってみると同じプレスリーファンなんですよね。そう、ずっとですから存じ上げていて、で実はこの間30日にメンフィスのエルビス・プレスリー邸から帰ってきたんですけれども、あそこに行った時も、ああそういえば小泉さん、ブッシュさんとここに来てエルビスを歌って世界的に有名になられたなとか思いながら帰ってきたんですが、やっぱりプレスリーが好きだってことは感性がいいってことです。今思えばですが、私はずっと環境省、環境庁 の中央環境審議会委員というのを、何年かやらせていただいて、1999年の時は東海村の秘釈事件というのが起きました。で、私は水の子どもの喘息のことからずっと環境に30年間関わってきたんですが、でもそれ以前に、あ、今日本当私はパネラーではなくてご挨拶最後にすることになってたんですが、瀬戸内寂聴先生が体調を壊されて急遽このパネラーの席に座らせていただきました。ですからどうしても言いたいことは、私はずっと反原発脱原発というような環境運動をしてずっと左翼って言われてきたんですが、左翼ではありません。もちろん右翼でもありません。要は愛国なんです。本当に、はい、愛国なんです。それをなかなか分かっていただけなかった、特に政府の中枢で分かっていただけなかった。だから本当恨みがましいことを言いますが、私の周りの公益社団法人とかいろいろ庁をやった人たちはみんな、なんだろう、支持報酬をもらってます。でも私は生涯関係ないと言われてきました。欲しくないって言ってんじゃない、欲しいのよ。でもあげてもきっと断られるだろうと、
お役所の方から言われたこと、私断りません。でももうとにかくこういうその反原発とか脱原発環境運動をやってきた人間はずっとなぜか左翼と位置づけられてきた。違うんです。だって何がその瀬戸内寂聴先生もそうですけど、私も一番恐ろしいと思うのは、例えばあの第二次世界大戦、私は戦争を体験しています。で父も死にました。長男はフィリピンで戦死しました。次男ももうこれはバリバリの海軍の兵学校から特攻隊の隊員になって帰ってきて、戦中戦前戦後もう 120% 生活も世の中も変わって傷痍軍人たちを見てるんです。でなんで原爆が落ちて本土決戦、私も竹槍の練習を子供ながらさせられました。なんで止められなかったのか、なんであんな大変な時にどこで止めることができた、できたでしょうね、きっとたくさんのとこで、沖縄まで来る前でもフィリピンでもできたでしょう、レーテでもできたでしょう。でも最後の最後の本土決戦まで、今なんかあの安倍さんが、特攻の人たちを国連の記憶遺産に昨日かおととい申請してもいいんじゃないかなと、とんでもないことを安倍さんがおっしゃったって話して、なんであんな人が爆弾になって死ぬようなことを人類の記憶遺産なんていうところに位置づけて考えられるのか。まあそういう話をすると話がどんどんややこしくなるのでやめときますが、その環境審議会にいた時ももうどん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 原発推進を目の前で見てきたわけです。で1999 の, あの東海村の時も、湯川さん一人も死んでないんですよ、毎年交通事故で何万人死んでると思いますかと言われた。でもそれだけ小泉さんも騙されたって今反省してらっしゃいますよね。でもあの頃から言われたんですが、日本の下にはこんな小指の先のような、日本の下にはプレートが4本入ってるんです。北太平洋プレート、ユーラシアプレート、そして、何でしたっけ、何でしたっけ、はい、あの、そうフィリピンプレート、そして北アメリカプレートですね。この4本入ってる。でもとにかく地震大国、地震列島なんです。世界中に10本しかプレートがない、日本には4本入ってる。浜岡の下に入ってることは分かってたんです。でも安全です、安全です、安全ですということにお金を使って今日まで来ました。だからなんとかここでどんな理屈もいらない、この日本に原発がある限り私たちは未来がありません、そういう思いで必死になってみんなで頑張っていきたいと思います。ぜひお願いします。どうもありがとうございます。あの実はですね、あのこの今日の会もですね、あの細川さんが発案された時っていうのは、あのもっとですねタウンミーティング的な、もう本当に双方向の話し合いができるような場にしたいというお考えちょっとあったんですけれども、まあ、あのいろいろですね、その間準備を進めている間にやっぱり時間的なこっちの制約もありましてですね、今日は立ち上げの会ということでちょっとその双方向的なところちょっと弱いんですが、2つだけ、会場からもしご質問とかですね、あれば2つだけなんですけども、ちょっと、伺いたいなというふうに、今マイクを持ったあのスタッフの者おりますので、早いもん勝ちですよ。あ、はい、じゃあ、まずはじめにこのような会を設立いただいた細川元総理、小泉元総理はじめ関係皆様方に感謝と敬意を表します。ありがとうございます。福島県の二本松市から来ました三保健一でございます。大震災、原発事故爆発、原発は人間の手で制御不能と化しております。そして今もなお高濃度
放射能汚染水が漏洩し続け、放射能の被曝に怯えながら多くの人々が生活を余儀なくされております。二本松では浪江町の役場ごとの避難です。そして人々の命を守るために命がけでやってきましたが、お話ありましたように震災関連死が1671人、地震や津波の死者よりも多くなっております。13万人を超える人々が今もなお避難生活を余儀なくされているんです。人類史上経験したことのない原発事故を体験した市長として、やはり天道にのっとり大きな大自然の摂理に基づいた行動すべきであります。原発ゼロを目指すべきであると考えています。まさに文明の転換だと確信しています。原発ゼロが新しい都市を呼び起こし、新しい科学技術が進歩すると確信しています。どうか自然エネルギー、再生可能エネルギー、新エネルギーを推進することによって、原発ゼロによって原発事故の放射能の危機や地球環境の脅威から人々、世界を解放する新しいエネルギーの安定確保のために貢献をすると存じております、はい、どうか小泉元総理、細川代表、そして皆さん、原発ゼロ、そして再生可能エネルギーの推進をそれぞれよろしくお願いします。どうもありがとうございます。以上です。どうもご発言ありがとうございます。ではもう一方できれば、あの女性で、あ、じゃあ、はい、どうぞ前の、はい、ニュージャージーのロッカーズユニバーシティでポリティカルサイエンスとアメリカンスタディを専攻している岡田由里と申します。あの今日パネラーの皆様、本当にあの素晴らしいお話ありがとうございました。またあの細川さんと小泉さんがまたこのような会を立ち上げていただいて、本当にあの嬉しく思っております。ですね、あの私の質問は特に小泉さんと細川さんにあの答えをあの言っていただきたいんですけれども、ですね、あのこのような、ね、あの会を作って推し進めていこうと思っても、安倍さんをはじめとして、安倍晋三さんをはじめとして、原発の利権にまみれている政財界の多くの人たちがあの邪魔にかかると思うんですね。一般の人たちの健康被害や生活も考えない でまたいろんな嘘を塗り固めて、それに対して、ね、あのどういう手段で安倍さんの方でもいろんな今まで見てきても、ね、分かるようにあの手この手やってきて、ね、嘘で塗り固めて、ね、あの多くの、ね、あの確かに、ね、あの原発反対の国民は多いと思いますけど、また逆に多くの人たちも騙されてて、原発なんかそんなに危険じゃないよって思い込んじゃってる人もいっぱいいるんですよね。で原発反対だなんてなんでねそんなこと言うんだみたいに言う人がたくさんいるのも事実だと思うんですよ。であのそういうね安倍さんたちや原発の利権にまみれてる人たちの、はい、あのが潰しにかかると思うんですけど、それに対してどういうふうに、ね、なんとか、はい、あのやっていこうと思ってるのか。はい、あのなかなか難しいご質問、どうもありがとうございます。あのちょっとですね、やっぱりそれの一つの答えが僕はこの場所じゃないかなと思うんですよね。でそれを例えば小泉さん、あの細川さん、小泉さんお話しされて、やはりじゃあこういう会を作ってですね、でこれを、この原発ゼロ自然エネルギー推進っていう世論を喚起していこうという、これそのものが一つの回答ではないのかなと、今のご質問に対してですね、というふうに思いますです。はい、どうもありがとうございました。
では2回お話しいただくということでお約束してましてですね、もう一度、最初お話しいただいた、桜井市長の方から今度皆さんにちょっとお伺いしたいのはやはりですねこれからですねやはり僕は原発ゼロ、自然エネルギー推進というのは未来を作ろうという将来を作ろうという話だと思うんです。その辺をこうちょっと、踏まえてですねご発言いただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。南相馬は当初から被災した土地に全部太陽光パネル貼ってみろと貼ったらいいじゃないかっていうことをもう3月の段階で私提案してたんですけれどもそれはなぜかというと私が農業やってきたからですよ。農業やって侵されたところで侵された状況の中で生産するなんていうことは農民にとって誇りを奪われることですからじゃあ電力会社と平等な競争したらいいじゃないかという思いでそんなことを言ってました。で今先ほども申し上げましたように一番足りないのは人なんですよ。で南相馬市では今人を作る作業を始まっています。人を呼び込む仕掛け大学生を全国から来いと南相馬市に大学作るから現場で研修しろとそしたらそれぞれの大学で単位を取ればいいじゃないか。それが南相馬市の貢献のみならず日本の全体のお前たち若者の使命感というのは明確に意識づけられるから南相馬市に来て研修したらどうですかと。それは大学と今そういうシステムを作り始めています。もう一つは、消化損軸とは言いませんが地元で人を育てるという仕組みですね。子どもたちの使命感は素晴らしいですよ。まだ4割の子ども戻れてないけれども全国で優勝したり吹奏楽部でトップレベルの不問官去年はできませんでしたけれども名古屋に行くような子どもたちがもう本当に次々に出ています。これは大人と違って自分たちが与えられたこの戦後のショックと同じように彼らが自分たちのお母さんお父さんのために何かをしなきゃいけない。また大人は残念ながらペシミスティックになっちゃってるわけですよね。でも他からは入ってくるのでもう南相馬で他から入ってきた人も含めて若者を育ててこの地域でこそ日本を変えられるというような人を育てる仕組みを作ろうとしてるんです。ぜひ、細川さんとか小泉さんとかこういうスーパースターが南相馬市にはいつでも来れるんだというような地域にしてですね、世界の最先端を行く町を作るというふうな思いで、再生可能エネルギーでも要は小さいことの成功の積み重ねなんですよね。それは人一人なんですよ。人一人が自分たちがこの地域を支えていくんだという意識を持ち始めたら変わるんですよ。だそういう人たちをどんどん南相馬に呼び寄せて南相馬からこの日本を変えてやるぞと地球を変えてやるぞというような思いで今若い人たちをなんとか一緒に頑張ろうという動きをしています。よろしくご指導ください。どうもありがとうございます。いやいや本当に本当に応援したいですよね。これ本当にもう一度拍手をお願いします。でキャンベルさんお願いします。私は、2年入ってますか。大丈夫かな。私2年前から、細川さんたちと一緒に、グループを作って今公益財団になってますけれども、瓦礫を生かす森の長寿プロジェクトという活動をしています。防風林防潮林というものをコンクリートに変わってあるいはそれを補う形で、東北の、津波にやられた、土地でそれを作って自然を、蘇生させながらそこにこう暮らしている人たちあるいは暮らして今暮らせない人たちの、その、記憶日常というものを、瓦礫を生かすという形で、将来に未来にこの、つなげていくというような活動をしています。
去年あの桜井さんがあのいらっしゃるあの南相馬に、行きまして食事祭をしました。今話を聞きながらもすごくやっぱりこうその風景を思い出したんですね。地元、町の人たちがすごくたくさん、もちろん全国からあのボランティアがあの来られ、まあ、3000人ぐらいで、何万本ものタブの木やカシの木をこうずっとこう海岸線にあの植えていたんですけど、南相馬の人たちは非常に熱いです。私はあの地震があの起きたあの後に、皆さんここにいらっしゃる方もそうだと思うんですけれども、まあボランティアで、行って、そしてまあ少し継続的に活動を宮城や福島であのやっているんですけれども、行政じゃないんですね、民間の人たちのその力ということで復旧をし、それから復興を真剣に考えているわけです。教育がとても私は大事だと思うんです。東大で、私は2年続けて復興ということを考える、ゼミを、1年生たちと一緒にやっているんです。いろんな地域でいろんな時代に復興ということが日本に今回に限らずあるんです。復興とは何かということを考えるときに、学生たちはまずこの日本列島でまずこの復興ということを考えると同時に、何があったかだけではなくて、これからエネルギーをどうするか、この海に向かってわずかな土地にたくさんの人たちが暮らしている、そしてそこにこの原発を建てなければならないという、その列島に自分たちはこれからどうやって生きていくかということを復興とともに彼らは考えようとするんです。ただこれをテレビでやっても視聴率にならないんですね。あのほとんどこれが要するにハッピーで、まあ、例えば絆というような言葉でこう片付けられていくような、現在今例えば福島で家に帰れない何万人の人たちが今何をしているかということがですね、これは忘れ去ろうと、忘れられようとしていることです。先ほども言いましたけれども、前方に逃げないで、足元をしっかりと見て語り続けるということ、そして声を大にして大きな声で語る、叫ぶことを恐れないで、空気を読むことということをしばらく忘れて、その空気を作るということをですね、僕はやっぱりこう特に若い人たちに一緒にやっていくことが今が僕はそのタイミングだと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。本当に原発ゼロ自然エネルギー推進の空気を作るということですよね。あの本当にキャンベルさんありがとうございました。どうも拍手お願いします。で、次加山さんは具体的なアイデアをちょっとお持ちだということで、はい、お願いします。ここでやりたいことは2つあって、1つはね、あのさっきから出てるように、まあ、いわゆる世論の喚起とか皆さんのこう国民の方の意識の醸成っていう問題ですよね。それは、まあ、マスメディアを通してね、まあ、いろんな形で、まあ、こういうメンバーみんなでやっていきたいと思ってます。からもう1つ、先ほどの方がね、政財界が潰しにかかるってどうしたらいいかってお話されてました。一つは答えは先ほど吉岡さんが言ったように、こういう場と先ほどの意識の改革ですよね、国民の一人一人の。でもう一つ、政財界が潰しにかかるなら、私は今大学という場にもいまして、まあ、一応教員もやっていますので、学問の、ね、立場から、ね、あの原発ゼロということを訴えていくことができないかというふうに、まあ、これは私の今は無双というか、なんですけども思っています。で、ずっと事故の後も、まあ、金子さんにも何回か相談したことあったと思うんですけど、私はいわゆる原発ゼロを目指すのって、これ一つの領域、学問領域、工学部とかね、経済学部とかだけではダメですよね。いわゆる集合地、総合地の問題だと思うんです。理系、工学、核物理学、もちろん医学、いろんな理系の分野で、社会科学、金子さんのような経済学、経営学、廃炉ビジネスのようなね、あるいは自然エネルギービジネスのような、そういったこう産業の、ね、そういった学問、そしてもちろん人文科学、ね、文学、キャンベルさんのような文学、哲学ですよね。あるいはもしかしたら芸術も関わってくるかもしれない。やっぱり原発ゼロっていうのはもう地の体系として取り組んでいかなければいけない新しい領域だと思いますので、まあ、私としてはですね、もうこの機会にいわゆる原発ゼロ学みたいな学問としてですね、この原発ゼロということの実現を目標とした学問の、いろんな分野の人たちが集まった何かね、そういった領域を創設できないか、もしそういうことが可能であれば、もう日本から新しい学問領域がね、
一つこう生まれたっていうことで、これはもう世界からもですね、多分非常にこう注目されるのではないかというふうに思っています。まあ、私のもちろん個人の力ではいかんともしがたいんですが、幸いこの発起人の中にはそれぞれのあるいは賛同人の中にもいろいろ専門を持った学問の世界のプロもおりますので、そういう人たちの力や助けも借りながらですね、ぜひこの原発ゼロ学というね、学問領域を立ち上げて、まあ、何か学会を開くとかですね、何かイベントを開くとかって言って、皆さんのもう本当知識や知恵をもう集積して原発ゼロの実現に向かっていったらどうかなって、これも一つ政財界というものがもし万が一ですよ、潰しにかかるということがあるとするならば、対抗手段としてですね、一つありうんじゃないかなというふうに思っています。はい、本当に今回のこの小泉さん、細川さん、小泉さんが立たれたことで起きた現象の一つっていうのは、確かに本当にその学問領域を超えた、要するに知識人の方々が本当にこう応援に集結されたっていうところ、僕はあると思うんですね。ですからぜひ具体的な形でもし僕たちも本当お手伝いできたらと思いますので、はいはい、じゃまず登録商標を私が取って、そうです、ああそうですね、嘘です、もう一度拍手お願いします。そういうふざける場所なかった、ごめんなさい、はい、どうもありがとうございます。で、まあ、さっきの話に戻るんですけど、やはりそのね、で経済っていう話やっぱりなるじゃないですか、この原発の問題で。でも本当は原発やめて自然エネルギーやった方が本当はね、もっと明るくて元気な経済になるんだぞというところあたりを、ぜひ金子さんにお聞きしたいんですが。じゃあ誰も経済学者だと思っていないので、多少ともそれに近い話をしようと思いますが、経済学者でありながらちょっと変なこと言うんですけど、先ほど吉岡さんがバイオエタノールで海軍が動かそうとしてるって、これ実はインターネットでグリーン団結艦隊構想っていうのを拾うことができます。そうすると空母もそれから戦闘機もみんな特殊なものを培養技術で培養して軽油みたいなのを作って、それでバイオエタノールで動かすっていうのが構想なんですね。でよく考えると環境に優しい殺戮兵器なんですけど、でも恐ろしいことは我々が小泉さんには悪いんですけど、エネルギーっていうのは国家戦略的な要素を持っていて、1912年にチャーチルの英断大英断っていうのがあるんですね。自国で石炭が取れるんだけど、全部石油の技術が発達して艦船が重油で走った方がはるかに速度もあるし良くなった時に、チャーチルはあえて石炭捨てて重油に決断したんです。そこからですダーッと石油文明に変わっていって、ロックフェラーが生まれ て、で今それと同じことが起きてます。オバマ政権の下でオバマは去年ジョージタウン大学で国防総省ですごい量の再生エネルギーをやるって言ってるんですけど、今海軍は2020年までに 50% 再エネにしようとしてます。で陸軍基地でネットゼロっていうんですけど、省エネと再エネを組み合わせて全く 100% 自給の状態の基地を作ろうとしてるわけです。軍隊っていうのははっきり言って石油とかリスク、輸送で死んだりとかコストが高かったりするの で軍隊が変わるっていうのは IT 革命もそうなんですけど、まず初期投資 の、 赤字のリスクを軍隊が負って、それが民間にトリクルダウンしてくるので、おそらくですね、アメリカはぼやぼやして民間企業をそうでもないなとか思ってるうちに、あっという間にスマートグリッドと組み合わせた再生エネルギーでガーンと前に出てくると。で GE は今もうこのスマグリとそれから火力発電と医療機械とかこういう領域なんですけど、大量に雇ってるのはプログラマーです。みんな発電でガスは稼働的に動かすので、それをコントロールするそういうプログラムで制御技術が先端なんですね。でこの時に最後もう時間もないので言いますけど、一言で言うと20世紀型の産業構造から21世紀型の産業構造に大転換していると。20世紀型っていうのは集中メインフレーム型、つまりよりでかいものを作ってコストを下げるっていうモデルです。
ところがこれって人口が成熟して成長が止まっちゃうとアップアップになっちゃうんですよ。たくさん作ってコストを下げるっていうのも限界に当たっちゃうので、原発はまさにその象徴なんですね、この事故は。で逆に ICT って呼ばれるスパコン、 Google や Amazon の背後には猛烈な速度でこのスパコンが集積されてるんです。で小泉さん、これもごめんなさいなんだけど、小泉政権の時も日本はベクター型っていう一つ前の東大の地球シミュレーターある人たちですけど、というのにお金を投じてたんです、国は400億とか。その間にアメリカは全部スカラー型っていう、まあ、CPU っていう動かすマイクロプロセッサーが発達して、今 Google や Amazon の後ろにはクラウドと呼ばれるコンピューターシステムが猛烈な勢いで集積されてるわけです。そうすると大量なデータがあって並列処理できるので、例えばスーパーは大量に仕入れて売るけど、もう人口がアップアップだともう限界に達するのに対して、コンビニがなぜ増えてるか、一個一個が小規模だけどバーコード引いてポスシステムで全部その瞬間にニーズ掴んでるんです。だから小さいエネルギーがそこでたくさんあっても全部コンピューターでコントロールすれば、大量に発電して送配電ロス出すよりは、大量の無駄出すよりはすごくコストが安くなるわけ で、こういうシステムは交通システムから何から全部入ってます。発電機、スマートハウス、スマートシティ、それから耐久消費財、日本で唯一競争力がまだ残っているのは自動車ですけど、まあ、自動車 もうそういう意味ではこういう交通、スマートシティの交通システムとくっつき、まあ、燃料電池車になるのか電気自動車になるのか分かりませんけど、新しく技術革新すると、するとみんな今持ってるものはもう飽和してるんですよ。全部環境や安全にふさわしい製品に変えなきゃいけない、みんな買い替えなきゃいけなくなるんですよ。膨大な投資と膨大な需要が起きるんですね。これがまさに100年に一度の危機を乗り越えるための最大の脱出先なんです。つまり石炭が石油に変わった時にですね、蒸気機関がエンジンになり、航空機や自動車産業や化学産業みたいに雇用の裾野の大きい産業が生まれて、ライフスタイルが大量生産大量消費になったのと、それに匹敵するぐらい集中メインフレームから分散ネットワーク型に変わって、全部買い替えるんですよ。システムそのものが変わっちゃうんです。小規模分散型になっていくわけで、その後ろにあるのは古い昔の自然に戻るっていうエネルギーなんだけど、実は ICT によるまさにコントロールシステム、ここで勝っていくんですね。そうしない限りもう多分僕らはアマゾンに支配されます。だってみんな個人データみんな集積されて、本買ってごらんなさい、次はあんたはこの本を読むべきだって来るただの私企業がそうやってどん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 日本の中で個人情報、みんなの個人情報を集積していくわけでしょ。だから勝てやしないですよ。我々はそういう意味で国家戦略で新しい産業をやる。そういう意味でさっきの質問にあった日本の財界は残念なんだけど、鉄や電力や化学や55年体制のまんまなんですよ。でアメリカは国家戦略やった時に情報スーパーハイウェイやった時、ビル・ゲイツだとか D.E. ショーとか、要するに IT でどんどん成功したやつをどんどん入れて、で僕らは公共事業が大好きだから光ファイバー一生懸命やってるとかいうことばっかり言ってる間にスパコンがブワーッと変わっちゃったわけです。我々置いてきぼりになってアップルに負けて、みんな若者が持ってる製品は何にしろ携帯音楽プレイヤーにしろ iPad にしろみんな日本製じゃなくなってるんですよ。だからもう一度こういう新しい変化の方向の中で新しい産業構造を作り出して、そして投資や需要を今の100年に一度の金融危機を乗り越えるような、そういう一気の波を作っていかない限り、本当の意味でのもうこれだけ財政や金融が疲弊しているのに無理にまた動員しているような経済を続けていけば、やっぱり自然死していっちゃうんですね。そこのところの大胆な転換がエネルギーなんです。そういう意味ではなんか気分的にはですね、セーフティーネットを強調していた金子勝なんですけど、今成長を語ってるっていう僕、この状況が、いやまあそれこそがこの回の価値ですから、この日本の危機的状況を表してるんじゃないかっていうのを友達に言われました、はい、どうもありがとうございました。いやどうもありがとうございました。
いや、本当に経済の面からはもう金子さんだけではなくて他の経済人の方々ここにもお見えなんですけれども、ぜひ集まっていただいて企業人の方にもですね集まっていただいて、やはりこういう会を持つ機会をまた作り上げることができればなというふうに思います。ではパネラー最後のご発言になるんですが、ゆかさんの方に、とにかくこの会にどんどん入ってください。皆さんぜひ、いろんな分野からお入りください。そして面白い先生ですね。スマートグリッドがスマグリ、そう、もうこう、いや、もうこういう方にぜひどんどんいろいろ発想していただきたいなと思うんですが、この回はそういえばその専門家がいないじゃないかって、実は私はネットでも指摘されて、専門家排除してるのかとかいう、そんなことないんです。絶対に、例えば公益財団法人の自然エネルギー財団もこの会と密接にこれから先いろんな研究情報を出していただくことになっておりますし、本当にいろんな専門分野の方にぜひ積極的にお入りいただきたいと思ってます。そして 2,3 日前に NHK でやったんですが、廃炉への道というテレビご覧になった方ね、あると思いますけど、とにかく一気廃炉にするのに40年かかると。そして今実は福島の廃炉は東京電力に任されていて、国のマターではないということが非常に大きな問題だと思いながら見ました。つまり最初はそんなに人間が必要、どんどんプロセスで必要なくなっていく、でも最初にその廃炉にするっていう、何でしょう、準備段階だけで10年かかると。それから一本一本こう燃料棒を取り出していくだけで20年かかると。それからまた10年間いよいよそれをどうその除染して壊していくかということで40年かかる。でその間にこれほどの人員がいて、今もそうですけどロボットでどんどん1本ずつ今取り出していますが、燃料棒福島で、そのロボットをまたメンテナンスしなければならない、毎晩それを回収する、すると回収してそれにガソリン入れたりいろいろ油を入れたりしている人が被爆していく。だから作業員がどん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 被爆して累積して使えなくなると、今まで慣れた人がもう使えない、でも新しい人が補充できないと。だから廃炉は今できないという状況になってきてるんです。となると政府はそんなものできないんだったらとにかく安全であるということで再稼働させるしかないというのが多分今の政府の知恵なんだろうと思います。でそこでだからよく言われるのは、じゃあ代替エネルギーどうするんだ、そんな簡単に賄えないだろうということでガンガンいろいろ責められるんですけれども、その廃炉も今先生おっしゃったみたいに一つの新しいビジネスとして考えていく知恵というのは私は絶対にあると思うし、そのためにいろんな知恵をこのグループが出していくことっていうのはとっても大切だと思うし、せっかく細川さんがいらして、この間の鹿児島も仙台原発を再稼働させるというところでの補充選挙だったんですが、負けましたね。たった一人有川さんという原発再稼働反対をして、でも自民党が圧勝してるんですけれども、自民もその次の民衆やなんか その連合が推した方も実は稼働させていくかもしれないという人でした。で今大変なのはこの秋は今度福島での知事選があります。それから今新潟の泉田さんも本当に頑張ってくださってます。それから何といっても私は菅さんはいろいろ言われてるけれども、すごいこうプレートが入ってる浜岡をとにかく止めてくださったということで、もっと評価されるべきだと思っています。でそういうことも含めて今地方の市長が本当に苦しいんです。そこの立地、原発立地のところの市長が本当に苦しくて、いつすげ替えられるかわからないというような状況で、この秋のじゃあ福島の知事選に一体誰が出てもらえるのか、どういう人を出せるのか、せっかくお二人がいらっしゃるんですから、ぜひ地方の市長たちをなんとか支援する組織づくりをしていくことができないだろうかと心から思います。たくさん細川さんはそういう意味で知事さんとか育てて、市長さんとか育ててこられた方ですから、その辺でぜひぜひいろんなお力を、そのためにはなんかさっきぼーっとしてちょっと今日は具合が悪いとおっしゃいました、
ぜひ長生きしてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。いや本当に今日はですね、こんなたくさんの方集まりいただいてですね、素晴らしい熱気で、この会がスタートできたんではないかなというふうに、思っております。実は来年ってもう広島長崎から70年なんですね。やはり核という問題と日本人がどう向き合うのかというのはやっぱり非常に大きな世界的注目を浴びるんじゃないかと思います。やっぱり広島長崎があって今福島があるという中でですね、やはり、かつて第二次世界大戦という大きな悲劇で日本が変わったように、日本人が変わったようにですね、今311福島を経てやっぱり私たちは変わっていかなきゃいけないんじゃないかと。でそれは政府に任せれてなくてですね、やはり国民の側から、市民の側から変わっていかなきゃいけないっていう、そういうふうに強く思います。実際問題この会議もですね、ゼロからのスタートなんです。本当にで本当にお金集めもやらなきゃいけません。ボランティアの方々も大歓迎ですので、本当にですね、皆さんと一緒に、本当に、細川さん小泉さん中心にですね作っていく、そういう、国民運動にしていければなというのが携わっている者の願いです。まず、パネラーの皆さんに拍手もう一度お願いします。パネリストの皆様方、そして、吉岡さん、ありがとうございました。どうぞ皆様、今一度大きな拍手をお願い申し上げます。はい、あと細川さん、小泉さんにもう一度拍手お願いします。はい、ここでパネリストの皆さんと細川さん、小泉さんは退場とさせていただきます。どうぞ大きな拍手でお送りくださいませ。本日はお忙しい中、皆さんありがとうございました。はい、先ほどのお話にもありましたように、自然エネルギー推進会議は今後も皆様とともに自然エネルギーの普及活動を積極的に推進し、原発に頼らない社会への転換を目指してまいります。志を同じくする皆様のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。今後の活動に関しましてお尋ねがあるんですけれども、ホームページで随時お知らせしていく所存でございます。そちらもご覧くださいませ。また今後の活動に役立てるため、皆様にはアンケートへのご協力もお願いしております。よろしくお願いいたします。そして今桜井さんの方からお話もありましたけれども、本日出口におきまして活動のためのご支援金を受けたまっております。よろしければぜひこちらもご協力をお願いいたします。皆様にお配りいたしましたプログラムの裏側にはお振り込みの口座も記しておりますので、ぜひご支援のほどよろしくお願い申し上げます。それでは以上をもちまして、原発ゼロ自然エネルギー推進フォーラム、すべてお開きとさせていただきます。長時間にわたりましてご多忙の中お貸しいただきまして誠にありがとうございました。わかりました。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。やりやすかった。